今日はドラムロールを誰でも簡単に叩くコツを教えちゃいます。まずは電動マッサージ機を用意します。そしてスイッチを入れます。あとはこれをスネアドラムに当てるだけ。なんということでしょう。まるで流れる小川の水のような綺麗な粒のドラムロールができちゃいました。ぜひ皆さん参考にしてみてくださいね。